このスイングが、うん、127、こうなった結果、あ、痛い、そうっすよ、お前これいくつっすか。148。本当に大自然からの、室内からの、ボン。茨城県はつくば市、はい、ここに新しいバッティング理論を持っている方がいらっしゃるということでやってまいりました。まあいろいろ今シーズンやってきましたけども、はい、もう一皮やっぱ向けなきゃいけない一気に成績下降線を辿ってしまったのでなんで半ズボンなんだよ。あ、いらっしゃいます。ガラス戸があって、はい、それでは失礼します。あ、こんにちは。失礼します。じゃあ、こんにちは。よろしくお願いします。あ、はじめまして。白川さんでございます。はい。白川さん。白川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。インスタを拝見しまして、はいはいはい。すごい特徴的な野球の動きをする投稿をされてるのを見まして、はい、これはなんか面白いなと思いまして、はい。ちょっと今回指導をお願いできればと。はい。お願いします。はい。見たことある方もいるかもしれません。白川さんが指導するととにかく派手な豪快なスイングになったり、160キロ近い速球を投げられるフォームになったり、選手としてプレーを続けながら指導者としても研究を続け、小学生から大人までいろんなレベルの選手を指導していらっしゃいます。これ長いんですか、やられて。今開業して1年。ここの施設は2週間前にさせてもらって、そうですか、はい、オープンさせてもらって。できたばかりの白川室内練習場、ラプソードも投手用打者用を完備、マウンドも設置。さらに出た、すごい。タイミングの指導とかも自分結構するので。タイミングって指導できるんですか。タイミングを取ることに関しての革新的なところはあるので。へえ、面白い面白い絶対そこは、はい、へえ、やるとタイミングが取りやすくなる。このタイミングが確実に測れる、うん、これ誰もが知りたいですよ。だってだプロ野球選手に聞いても、まあ、感覚ですねって。そうだよね、はい、うん、127、はい、はい、28です。あ、これぐらいです。ちょっと10秒待ってます。おっしゃ、うおすげえ、はい、ライト線ポテンヒットでしたね。そうですね、まさに今トップガンの段階ではちょっとタイミングに苦戦してますね。そうですね。おー、ナイスバッティング。うまく、あ、今のセンター前ヒットですね。いろいろと全体を見られるんですか。基本的には割れができているかどうか、 あとはその上半身 この回転の使い方がどうかとか。上半身の回転の使い方、はい、ができているか。あとはその骨盤の出力、足の使い方とか、それともちょっと見てますね、はい、分析してるね。そうですね、この前足がちょっとついた時が甘いな、あれな、甘い、はい、引っ掛けることってありませんか。引っ掛けまくりですよ。あ前足がこうついたタイミング、このタイミングでこのバットが今体にすごい近いところにあるんですよね、はい、この前足がついたタイミングでこのバットのグリップが体に今こう近い状態になってるんですよ、はい、でこの状態で完全にこう前足が着地するときにおへそが一気にこう前にやっぱ向いてしまうんですよ、はい、でそうするとボールが1個来る前にもう自分自身が前を向け始めちゃうんで、そうするとこのバットを上からこう振り下ろすような感じにもなってるんですよ、はい、こう正面試合でも結構あれなんですけど開いちゃうんですよ。ですよね、はい、でこの原因が下半身じゃなくて上半身なんですよ、うん、この上半身が前向こうとするんで前足がこう前向いちゃうんで、上半身をキャッチャー側にこう後ろに引っ張ろうとすると前足がこう横でつきやすくなってくるんですよね。変な話、前足だけをなんとか向き変えようとすると逆に今度ひねりすぎたとかそういう関係になっちゃうので、上半身で前足の開きを抑える、ちょっとこれを今やっていきたい。そうすると前足とバットのここに長さが作れてくれるんで、
でそこから一気に骨盤が前へ進みながら出力を出せていけて、バットが一気に前に出てくるような形ですね。やっぱり前向きますね。こう前向いて、そうですね。左足はもうずっと、もう生まれてからずっとですね。生まれてからずっとですか。はい、開かないようにすると、はい、こっちひねりすぎてたんですよ。あ、で結果バッと出てこねえみたいな。はいはい、そうですね。のが嫌なんで、逆に今もうこう、うん、あ、近づけたままね、バットが前に出したいって感覚はその前でいいので、はい、その1個前のバットを出す前の段階で1個作れるといいかなって。よくそのプロ野球選手がこう跳ねるような足が、うんうんうん、そうです、あれで、あのプロ野球選手って開きを抑えてるんで、それを前鋸筋使って作ってるんで。前鋸筋、はい、そこをちょっと使いながら。タイムリーなんですけど、はい、あのソフトバンクの牧原大成君と今やり取りしていて、うん、なんか、ライバルさん、まあないっすね、あ、ほうほうほう、トップ浅いっすねって言われたばっかなんですよ。ほうほうほう、さあどうしようってことで。なるほどね、なるほど、なるほど、そう、リンクしてくる。いわゆるそう、一般的に言われる間ですね、はい、間ができるってことですね。ほうほうほう、左手をこっちにこう伸ばせます。あ、いいですね、うん、うん、あ、そうです、いい感じ、こっちは固定、そうです、こっち固定、うっ、あ、そう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 、トレーニング、どうしてもこっちで振りたくなっちゃうんですね。こうですよね、はい、上から上からって、山川さんとかこう作ってみますね。後ろで大きく作っていって、あ、そうです、似てるな、似てるな、その上半身がこっちにあるから作れてくる感じなんで、あ、そうそうそう、こっからの腹式筋で行き前に、あ、そうです、そうです、いい感じ、いい感じ、いい感じ、ほう、いい感じなのか、これは、いい感じ、いい感じ、いい感じですよ。あ、本当ですか、うん、このスピードがもうまるっきり、あ、もうちょっと下振れます、真ん中付近を振っていけると。そうですね、正面から見た時のこの、はい、この入り方ちょっともう坂本さんとかもそっくりですね。あ、確かに確かに、結構入ってる、そっくりです。さっきからすっごい褒めてくれる、本当にそっくり、楽しい午後。いや、あの、褒めてないですよ別に。あ、そう、その、あ、いい感じ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 。なんか背番号が見えちゃいけないみたいなことって昔から言われてますけど、はい、要は上半身で押さえて移行したら、まあ結果背中が見える分にはまあ大丈夫。あ、なるほど、その下だけをねじると、うんうん、本当に背中だけ見えちゃうような状態になっちゃう。あ、なるほど、なるほど、違う、はい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 、こっちからこう遠心力で外運ばれちゃうんで、わかりやすい、逆に今度ドアスイングになっちゃう、うんうんうん、上半身だけっていうイメージで、上半身だけ、上半身だけで大丈夫、あ、そういう感じ、そういう感じ、これで割れができます。ほう、骨盤が前進んで上半身はねじられる状態ですね。こういう感じですね。割れが深くなります。あ、そうです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 。ライパチさんはその腰椎とかも柔らかいので今ぐらいドーンっていけるんですけど、はい、で本当は硬い選手とかだったら実際ここまではそこまでやらせないんで、はい、硬いとちょっとさすがに壊れちゃうとかなっちゃうんで。素質はあります。これ言われ続けてもう何十年ですよ。なんだ。そうそうそう、今足が最後前向いてるんですけど、はい、前やってたけ斜めになってるんで、今さっきのこういう感じじゃなくなってきてるんで、あ、なるほど、斜めでその後回ってるんで、そうなってないですか。そう、そうなってないですね。確かにそれはなってないわ。あ、いい感じ。そう、その辺、その辺を振ってもらって、はい、そこはそれ、あ、見てもらって、いや、お前これいくつですか。148。本当に、はい、みんなこうやって上がっていきます。おいおい、え、いや、ちょっと嘘だよ、嘘、嘘、設定変えてるよ。あ、もう一回振り、ユピテルの、もう一回ユピテルの、もう一回振らないと20キロ上がってんだね。あ、でも今37です。、はい、ってかね、そもそもね、音が全然違う。違いますね、もう。なんか、なんですかね、バットを振ってる感じはしないんですよね。勝手に振られてる感じはします、確かに。それで大丈夫。回転によって、バットが振られるような形になっていれば。あとはその振られる感覚になってくると、やっぱちょっと送りやすくなってくるので、はい、それを今度右側で、ちゃんと、あ、この下に抜かれて、振り切るようにしていかないと、送れる。はい。
難しい。だからさっきライパチ見てた時に言ってた上半身の回転を見てるってそういうことなんですね。そうですそうです。なるほど。上半身の回転ついてこなかったらそもそもバットが出てこないよと。あ、そうです。はあ、面白いな。3、7ですね。まだ皆さんいけるよ。前はなんかバットを出しに行ったんですけど、うん、はいはいはい、体の回転でこうバットが振られてくる、出てくる、うん、出てきちゃうような感じになってくれば、あとはその打感だけだと思うんですね。打つ、そうですね、おっしゃってるタイミングというか。そう、白川さんが言うタイミングの取り方とは、ピッチャーとかマシンも一緒なんですけど、ボールと指が離れる瞬間って絶対あるんですよ。その離れる瞬間にバッターがどうタイミングを取ってるか、一般的にいわゆる足を上げたら、ピッチャーが足上げたら足を上げるっていうのがよく言われるんですけど、でその形だと正直言うとリリースのタイミングにはもう一緒についてる、あのことになっちゃうんで、マジで。そうそう、早く行き過ぎちゃったとかやっぱするんですよね。はいはいはい、でボールが来たらなんか足上げろとかそういうのもあるんですけど、いろいろ聞くんですけど、骨盤をこう前に動かせる練習したいじゃないですか。はい、でその前を動かす前に必ず動くのって前足なんですよ。はいはいはい、前足が動き出して骨盤が動いてくるっていう形になるんですけど、はい、ピッチャーも投げる球150キロ投げてきたら110キロのカーブとか、うん、そういうのもいろいろあるんですけど、スピードをまずどうやって調整していくかはこのステップの幅なんですよ。で例えばまっすぐのステップ幅と変化球のステップ幅あったらやっぱりちょっと変わってくるんですよね。でそのデカさを変えていくためにはどうしたらいいかというと、リリースした瞬間に前足が動き始めるんですよ。ほうほうほう。でリリースした瞬間に前足が動き始めていくと、でさっきの動きができてこれれば骨盤が前に進んでくるんで、自然とボールが速かったら小さくなってきますし、ボールが遅かったら記録を取ってきますし、そこはもう感性でそこの幅は変わってくるはずなので、そうするとタイミングは取れます。メジャーとかは投げた瞬間にウィッとこう出したりとかするんで、はいはいはい、そこで幅を変えてるんで、メジャー選手とかは音がなんか確かに全然違いますね。軽く打った時のそのバット走る音が全然違うね。いきます。あ、違う、全然。いいっすよ。あれ飛んでる飛んでる、91m。あ、いたい、そう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 。で、今のはちょっと回転が足らないんで、はい、大きい回転、上を回転しちゃって。あ、いい感じです、いい感じ、いい感じです。ナイスパスです。いいですね、89m右中間。たくさんな。あ、いいですね、今の。80m。ああ、いいな、今の。79m、左中間真っ二つ、142kg。ああ、ナイスバッティング。142kg、77m。めちゃくちゃなんか当たるようになりましたもん。そうだよね。はい、当てようとは思ってないですよ。うん。ボールのラインに対して、ちゃんと振りに行ってんだね。はい。勝手に当たる。勝手に当たる。勝手に当たる。あららららら。あんまりこういうのとかあれですかね、意識しない方がいいんですかね。あ、意識しないでできると思います。ここさえできれば。そうか、バットのヘッドじゃないんだ。使っちゃえばバットが、ね、自然と傾くんですよ、上半身使って。あ、確かに、そうそうそう、動いてる動いてる。その後もガンガン振った結果、あーいって、あ、詰まった、あ、折れましたね、もう折れた、折れちゃいました。折れた、ちょっと待ってください先生。いや、でもそれだけ振っている証拠。これ、武蔵の片山にもらった隊員のいいバット。片山くん言っちゃった。でもやっぱそれだけ振り切ったってことだな。落ちたよ、だからヒットだよ。あ、そうか、振り切ってから。バット1本代償にこれがタイムリーになるから。なるほど、折りながらも。いや、でもこんな振ったことはなかったです、木製で。いや、綺麗に折れたね、先端を振り切ったからこうなんだよ。あ、そうなんだ。なんかタイミングの取り方、はい、ここで測る、はい、基準ね。やっぱ分かりますか。これはすごいヒントになりましたね。うんうんうん、それを試合で、まあ、実際打席に立っていきなりやろうするとできないんで、うん、やっぱその試合前からブルペン投げてとかするんで、そこで今の形を作って、なるほど、なるほど、合わせることができれば。はいはい、はいはい、あ、いいいいいい。そうやってやりながらちょっとあの
あの水戸街道ずっと下ってって白川さんの指導についての詳細は動画概要欄貼っておくのでチェックしてみてください。ホームランを打つ豪快なスイングだけでなく、アベレージタイプのスイングや投球フォームなど様々選手に合わせて指導できるとのことでした。このスイングを自分のものにできるように頑張ります。最後にお知らせーぬ。私徳さん、恥ずかしながら本を出しました。その出版記念イベントが12月25日土曜日クリスマスの日に行われます。場所は東京の高田の馬場でございます。お時間のある方はぜひお越しください。その時にプレゼント企画もたくさんご用意しております。また野球トーク皆さんで楽しくできればとも思います。多くのご来場お待ちしております。